大原孫三郎大原孫三郎は、日本の実業家、社会事業家。倉敷宝石及び倉敷家織、倉敷機能織、中国合同銀行、中国水力電機会社の社長を務め、大原財閥を築き上げる。社会、文化事業にも、熱心に取り組み、財団法人、石井記念愛前園、倉房中央病院、大原美術館、 大原進む農会農業研究所、倉敷労働科学研究所、大原社会問題研究所、私立倉敷商業補修学校を設立した。倉敷協会の最初の協会員。岡山県久保屋郡倉敷村の大地主で、倉敷籠石を営む大原光志郎の次男として生まれる。大原家は、文久年間村の商屋を務め明治の中頃には、 所有田畑約800丁部の王子主となった豪華である。兄が溶接したため、孫三郎が大原家の志士となった。倉敷小学校、久保屋群組合立高等小学校、静谷校を経て1897年、東京専門学校に入学。若年は、不合の後継ぎとして、宝刀生活を送り、専門学校時代もほとんど講義には顔を出さなかった。 宝刀の果てに1万5千円もの借金を抱え、1901年父親より東京専門学校を中退の上倉敷に連れ戻され、禁慎処分を受けた。禁慎中に石井十字を知り、その活動に感銘を受けた。孫三郎は社会福祉事業にも興味を示すようになり、後に婚姻の環境改善や農業改善に取り組んでいる。明治34年、 十字の紹介で、石井末と結婚。倉敷宝石に入社。公員が初等教育すら受けていないことに驚き、職工教育部を設立。1902年には、工場内に尋常小学校を設立した。また、倉敷商業補修学校を設立し、働きながら学ぶ公員の教育を支援した。学びたくても資金がない地元の指定のために、 大原小学会を開設。後に大原美術館の礎となるコレクションを集めた洋画家小島虎次郎もこの小学生となっている。1905年7月には溝手文太郎からキリスト教の洗礼を受け、同年に日曜公演を石井十字の勧めにより開始する。1906年、社員寮内で感染病を出し、 社員数名を死亡させた責任を取る形で、父が辞任したため、倉敷し規席の社長となる。就任と同時に、後員の労働環境改善を図った。従来の販売制度を廃止し、従業員の確保、食事の手当、日用品の販売等を会社が運営するよう、改めた。後員の住居も、集団寄宿舎から、今日のような社宅に近い状態に改め、 駐在医師や託児所までの設備も備えており、さらには社員勧誘用の映画までも作った。また、幹部社員に大学、専門学校の卒業生を採用した。また、会社の利益のほとんどを日露戦争などで増えた工事を救うために孤児院を支援。支援金額は現在の金額では数百億円に上ったと言われる。旧来の重役や株主は、 支給的や利益主義であり、当然、これらの改革には反対した。これに対し後に、口癖となった、わしの目は10年先が見えるという言葉で押し切った。1914年に、大原進む会農業研究所を設立し、農業の改善も図った。また、1917年には幼稚園、小学校を参加に置く、財団法人、石域内前園を設立。 この中に置かれた救済事業研究室が社会問題の研究機関として1919 19年2月に大原社会問題研究所へと発展した。しかし、同研究所はマルクス経済学の研究が中心となり、孫サブローも特別高等警察から警戒されたため、1936年に財政支援を打ち切った。1921年には、 労働環境改善の研究機関として、倉敷労働科学研究所を開設した。1923年、倉ブ中央病院を設立し、公員のみならず市民の診療も行った。同時に、倉ブ中央病院附属看護婦養成所を開設。工場を蒸気による動力から、電気動力への転換を図り、中国水力電気会社を設立。 中国合同銀行の頭取りとなり、地元経済界の重鎮となった。さらに1926年には、倉敷絹織を設立。1928年、倉敷し機防社員の指定を預かる幼稚園として、日の丸幼稚園を事業所内に開設。1930年、小島寅次郎に収集を依頼した各国の美術品を収蔵する大原美術館会館。 1935年倉敷家織を設立。1939年長男の大原総一郎に企業体を引き継ぎ引退。1943年倉敷市の自宅で共振症により起点。62歳だった。葬儀は未留時で行われ、鶴ヶ山の大原下墓地に埋葬された。ありがとうございます。